はい、皆さん、えー、こんにちは。本日はね、3月2日の土曜日を迎えております。ということで、えー、もうね、週末です。ということで、えー、もう最近本当にね、えー、日にちが早いですね、といったような話ばっかりさせてもらっておりますけども、 はい、本日もね、ちょっと頑張ってね、皇室関係の話題を中心に話をしていきたいなというふうに思っております。私もちょっと自分の仕事が溜まってるんで、そんなにね、いっぱいの動画をあげられないんですけども、まあ、なるべくね、時間を見つけて、あこういったような話もあるなということであればね、皆さんにはお伝えしていきたいなというふうに思っております。はい、えー、でですね、今回の話題なんですけども、まあね、天皇家と英宮家の決定的な違いというかね、 まあ、そういったようなことに関して、特に、まあ、悠仁さのね、話を中心に話をしたいなというふうに思っております。まあ、私が言うまでもなくね、皆さんもよくご存知の通り、えーまあ歴然としておりますよね。まあ、そういったようなことも話をしますので、ぜひね、最後までご覧になってみてください。 はい。でですね、まずちょっとね、えー、主題というかですね、主な話題に入る前に、これね、今ご覧になっていただいているのは、日テレニュース、昨日のね、夕方ぐらいに、まあ、速報版的にバーンと出ておりましたですね。なので、まあ、皆さんもね、えー、例えばネット上のニュースともしくはね、地上波でも放送しているのかな、えー、というようなことでご存知だと思いますけども、 えまあ両陛下がですね、天皇皇后両陛下が、ブルネイのね皇太子夫妻を招き、昼食会へというようなことで、またね、嬉しい話というか、楽しみな話がね、舞い込んできましたね。これに関しても非常にね、楽しみですね。実際にはいつですか、8日ですよね。本日が2日ですので、来週行われるというようなことですので、大変楽しみですねと。 ちょっと読んでいきます宮内庁は天皇皇后両陛下が今月8日ブルネイの皇太子夫妻を皇居・宮殿に招き昼食会を催されると発表しましたと昼食会へは英宮ご夫妻が同席されることになりましたブルネイのビラ皇太子とサラ皇太子費用は今月7日から来日する予定で両陛下は8日に宮殿で昼食会を催されるということです。 といいっったたような記事が上が上ていたんですね永遠の宮ご夫妻がえ一緒になりご参に出られるんですか?」っていうことなんですけども「いやいやいやなんでね年の宮愛子さまなんじゃないんですか?」みたいなことを思うのは私だけでしょうか。 とにかくですね、先日のその、えー、ケニア大統領ご夫妻とのね、ご参会においても、あれだけ素晴らしかった愛子さまのお振る舞いだったんですよ。いやね、先日のね、そのケニア大統領の時も、えー、ケイ・ヒデンカが、まあ、衣装のね、調子がお悪いというようなことで、えーね、年の宮愛子さまがお出になっておりましたけども、いや、それでいいんじゃないですかというふうに思うのは私だけ,だけなんでしょうか。皆さん、どうでしょうかね。 いや結局さ、お地蔵さんになっちゃうんだから、ね、出る意味が何かあるんですかというふうに私なんかは思っちゃいますけどね。いやー、愛子さまでいいよ。前もちょっとね、他の動画なんかでお話しさせてもらいましたけど、こういったようなね、海外の来賓の方。 たねえっ、ー、とやっぱりこういったまああのコロナ禍も明けましたのでねご参会だとか晩参会というようなことがこれからどんどんね皇室外交といった視点で、えー、増えていくというふうに思いますよね。で、えー、の宮愛子さまもいよいよね、えー、学習院大学をご卒業されて4月1日からは日赤にご就職ということがもう決まってねまああの実際のご公務といったようなことも増えていくでしょう。 といったようなことを考えるとね、特にこういったような皇室外交といった視点で言うと、もうね、天皇ご一家のお三方が出ることでよろしいと思いますよ。ね。<laughs> なぜここにまたね、永組をご夫妻が出られるんですかね。まあちょっとっていう感じですけどもね。しかもね、ちょっとこの記事この後も続いていて、 なんかね、えー、その7日に、今言いましたように、7日に、えー、このビラ皇太子夫妻が到着されるようなんですけども、そこの空港で、エーヌミご夫妻が出迎えられるんですって。いやいやいや、大丈夫っていう感じですけどね。まあ出迎えぐらいだから別に、えー、何のことはないでしょうけどね。結局空港で出迎えられて握手をされるっていうことだけでしょうから、まあ大丈夫でしょうけども、そこでまたちゃんとお話できますかっていう話ですけどね。まあいいです。 まあ、といったようなことで、まあちょっと今ご覧になっていただいているのはね、えー、昨日の夕方ぐらいに、に私はちょっと日テレのね、ニュースを、えー、掲載させてもらいましたけども、まあそういったようなことなので、えー、8日の昼食、えーまあ、会、ご参加ということですので、まあちょっとまた楽しみがね、増えましたですよね。なぜね、愛子さまじゃないのか、不思議ですよね。私は不思議に思うんですけどね、皆さんはどうでしょうかっていう感じですね。はい、でちょっと次のページ。 はいでですね今回のちょっと主題というかね、主な話として、この話はさせて、えー、したいなというふうに思いました。で、えー、表題に書かれている天皇家と英宮家の決定的違い、これは私が勝手に書いたような表題なんですけども、えー、先ほどね、冒頭で話したように、やっぱりね、天皇家と英宮家全然違うよねっていう中で、 え特にね、悠仁様の話題を中心に話したりすると、特にえその違いが際立っているな、といったようなことをお話しさせてもらいます。はい。でですね、えー、これえ、実はね、昨日、おとといぐらいかな、出ていたような、あの、アイラドットの記事をちょこちょこっと引用させてもらいますけども、そういった中でね、話を進めていきたいなというふうに思います。はい。でですね、まずあの、ちょっと時間的には、あのー、ね、 えー、戻りますけれども、例の2月23日の天皇お誕生日のそのお誕生日会見ですね。実際にはそのお誕生日会見は事前に、えーまあ、録画収録されておりましたけれども、その中で、まあ、なぜね、この質問が出るのかということで、皆さんも疑問に思った方も相当おられると思いますけれども、久人様に関するね、えー、質問が出ておりましたよね。それに関して、えーまあ、陛下が、 まあ、あのお答えになっていたような話として、えー、例えばね小さい時から老いとして成長を見守ってきた悠仁、えー、様がが、ね、各地への訪問で人々と交流し少しずつ皇室の一員としての務めを果たしていることも頼もしいと感じたといったようなご発言だとかもしくはねトンボだとか野菜の栽培学校のバドミントン部の活動などについて生き生きと話してくれますと、えー まあ将来のね、後継者と交流をしている様子をさりげなく伝えていたような天皇陛下だったわけですね。まあそういったようなご発言を、まあ質問が出ておりましたので、天皇陛下はされていたと言ったような話です。で、このことに関してですね、はい、出てきましたよ。ね、川西さん。まあ、川西さんといえばね、 もうちょっと前になりましたけども、あの、見てこに関して、まあ、とにかくアゲアゲの発言をされておりましたけどね。また最近ね、私、前にも私、あの、言ったことあるんですけど、この川西さんってね、結構ね、これなんですよ。手のひら返しじゃないけどね。前からずーっと思ってましたけど、なんかねえ、それこそね、例えば天皇ご一家をすごく擁護するような発言をされたかと思ったら、 のの先日の確か文春だったですよね文春の記事の中で見て子様に関してねとにかくアゲアゲするとっいったようなことでそれこそこれですよね手のひら返しっていう、ね、そういったような発言が多いような川西さんなんだけどね、まあ、ちょっとねこの皇室関係を話をするような人でねこういった守備一貫性がない人まあね准教授だからっていうことなんでしょうけどね まああのいろいろね、えー、例えば雑誌サイドだとかねメディアでもこの川西さんを取り上げることが多いんですけど私はどうかなっていう気はいたしますけどねとにかくね言うことがその場その場で違うんだよね、まあ、まあそういったような川西さんなんだけど今回のこのことに関してはねまあ、こういったことを言ってるっていうことでちょっとね上げさせてもらいますけどもこの下に書いてある通り まあ天皇家とね、江戸宮家の分断を面白おかしく、煽るような記事も少なくないと。そういったような中で、両家は分断してませんよ、と柔らかにえ天皇陛下は伝えているように感じました。まあこれ、勝手なね、飼い主さんのご感想ですけども、まあ確かにね、あのー、そういったような悠仁さまに対する質問が出ましたので、まあ、当然天皇陛下としてもね、 まああの老いの話ですからそういったようなことを話したということだけでね、えー、まあそれによってねこの川西さんが言ってるようなね、えー、その天皇家と縁宮家においては非常にね何て言うの分断なんかされてないといったようなことは言ってるわけじゃないんだけどねまああの分断してるとかしてないとかってそういったようなことはちょっと別にしてもっていう話なんですけどもまあ続けてね、えー、この川西さんが言われていたような話としては縁宮家が悠仁さまをね 秘密のベールに包みすぎている。まあこれは一種ね正しいよねというのも例のトンボのね論文の件に関してももしくはその作文の表説に関してもとにかくね説明がなさすぎますよね経営庁長が一言二言言うだけしかもこのね論文に関しては何も言ってないしねまあそういったようなことであまりにもね秘密のベールに隠しすぎているまあ結局はそのこれからの 被災人,人様のね進学問題がありますのであんまり言えないということがあるんでしょうけどもそういったようなね何て言うのかなあえて言うけど隠蔽というか隠蔽体質というかねそういったようなことが結局国民のね、えー、不安だとか国民に対する反感を煽るようなことになっているそれが分かんないんですかねっていう感じですよねで、えー、川西さんが続けて言われているのは被災者様の情報をオープンにすることで 共感につながるでしょうといったことをご意見として言われてるんですけどまあオープンにすべきそれは当たり前ですよねあの例の作文の表説だって一言経務長がね言っただけでそれ以降何にも出てきてないでしょで佳作に関して佳作で賞としてね佳作取っておりますけどもそれに関しても返上する、えー、つもりは全然ないといったようなことでなんだということになっているわけですよ なのでね、これからその進学先がどういったね、東大になるのかどうかっていうことも含めてね、いろいろ、まあ、ばーっとね、炎上するようなこともあるでしょうけども、結局ね、そういったようなことに関して、一つ一つですね、オープンにしなきゃいけないわけですよ。そういったようなことができていない。でもね、もう一つ言えることとして、 川西さんがねはですねオープンに情報をオープンにすることで共感につながるといったようなことを言っているんですけどそれはどうでしょうかねっていう感じですよねこれねもしね本当にこの共感につなげたいのであれば情報をオープンにするだけじゃなくて一つ一つ説明責任を果たさなきゃいけないようなことそれに関しても 例えばね、えー、まあ今年には、例えば久しそそもも成人皇族になられるわけですよ。成年皇族になられるわけですから、ね、例えばね、えー、え、ヌミア殿下、ケイヒ殿下と一緒にお三人でね、 例えば、もしね、本当に東大というようなことになるのであれば、じゃあなぜ東京大学に行きたいのですかで、推薦入学制度を使うのであれば、どういったようなことで推薦入学を使ったんですかじゃあそれが論文だとか作文に影響がしてるんですかじゃあ過去の作文の表説問題、世界報道されておりますけれども、そういったようなことに関しては、どのようにお感じになってるんですかそういったようなことに関して、どういったような責任を取るんですかといったようなことをね、 記者人様も青年皇族になられるわけですから、ご両親と一緒に3人で出てきてね、記者会見をされるだとかね、 こういったような経緯で久人様に関しては東京大学においてもねトンボの研究でこういったようなことをしたい故に東大の何々学部のそこそこに入学しましたで入学の手続きとしては推薦入学を使いましたで推薦入学の経緯としてはこういったことですで論文がどういったことでつながってますでこれに関しても論文に関してもこうこうこうでね久人様が作りました書きましたみたいなことをきちっとね説明しなければ 共感には繋がりませんよっていう感じですね。まあそういったようなことは私は思いますけど川西さんどうですかみたいな感じだよね。はい。といったようなことであとはね、えー、今回の話として是非とも言っときたかったのが言っておきたかったのはね、えー、この表題に書いてある通りさっきも言いました通りねこの表題に関しては私が勝手に書い,い,た,書いたんですけどね、えー、天皇家と英宮家の決定的違いこれは今言いました通りまあ英宮家に関してはね 今現在、その、何でもかんでもベールに包んで説明をしない。別に、ひた様のことだけじゃなくて、例の嵐山の話だってそうでしょ。はい。ね、京都地裁に招待状を受けちゃってるんですよ。エえねみや殿下。山品鳥類研究所の総裁として、当然言うべきことがあるでしょうに。に関してもね、全然ないでしょ。こういったようなことに関してはね、結局すべて隠蔽体質の、このエえね宮家。まあ、それがね、 まずあるわけですよねこれはもう皆さんご存知の通り。で、天皇家との決定的な違いというとね、じゃあ皆さん天皇陛下、皇后雅子様そしてですね、敏宮愛子さまに関して話をさせてもらうとですね、こういったような、永宮家がね、このベールに隠さなきゃいけないような、隠蔽しなきゃいけないような事柄が何かありますか何にもないよね。で まあ非常に残念なことなんですけど、なかなかね、その肉声の声というか、先日のそのケニア大統領とのね、ご参加においても本当にね、え、シロのヤ様の、えー、その英語で話されているようなね、声を聞きたかったんですけど、そういったことはまだ公開されておりませんよね。まあそれだけはちょっと残念なんですけども、あのね、えー、画像からも表情から見てもですね、 あのご立派なお振る舞い、あれが全てなわけですよ。というのはね全然ね包み隠さずじゃありませんけども天皇ご一家このお三方に関してはもうわた我々がですね一般国民が見させてもらっている映像もしくはお写真が全てそれ以上のものがないんですよ。要はそれによって国民が全て納得できるといったようなことが天皇ご一家片やえー ご一家に関しては隠蔽体質と言ってのことでもう違いは明らかだよねだから今回の話題に関してもですねまあ管理士さんの言われてること半分は正しいですよというのは例えば悠仁さまに関しても秘密のベールに何でもかんでも包みすぎている故にですねオープンにしなきゃいけないオープンにしなきゃいけないのは当たり前。 当たり前なことなんですよ。でもそれによってですね、共感できるかといえば、それはクエスチョンマークが10個ぐらいつくわけですよね。このね、オープンにして、プラスアルファがあるわけですよ。その部分に関して、えー、この川西さん何にも言ってないんだよね。オープンにするだけじゃなくて、オープンにすることは、経理庁はね、いくらでもオープンにできるわけですよ。で、それに対してさっきも言いました通りね、ご両親含めてね、 それこそ佳子さまのね、一人暮らしの件だったら佳子さまとご両親が出てきてね、ちゃんと説明をするだとかね、そういったような説明責任を果たして初めて、まあ多少なりともね、えー、共感というかね、まあ納得でき、国民にとって納得できるかなっていうことになるはずですよね。そこら辺が天皇ご一家のお三方と全然違うっていう話ですよ。このことだけはね、 まあちょっとこういったようなアイラドットの記事でなんかあたかもね、カウニシさんは秘密のベールに隠されているようなことをオープンにすれば全てえ会計するかのごとく言われてるんですけどいや、それは違うよというふうにあえて言わさせてもらおうと思いましたということですね。また皆さんどのように思われますかということです。はい、ありがとうございました。ではね、楽しい週末をバイバイ。